皆さんこんにちは、サクソフォン奏者の上野光平です。8月5日にですね、初めて日本センチュリー交響楽団の皆さんと共演させていただきます。指揮は井森典親さん、2度目の共演です。作品はですね、ジョン・アダムズのサクソフォン協奏曲、もうここ最近生まれた作品の中で本当に幅広く世界で演奏されている、本当現代のクラシックの名曲だと思います。めっちゃかっこいいですと同時にめっちゃ難しいです。僕が吹くパッセージもめっちゃすごいパッセージなんですけど、それと全く同じことをオケの皆さんも一緒にやると、これがねなかなか激アツなんですね。今回のプログラム、このヒンデミットの作品にこう挟まれてるわけですが、1940年代ヒンデミットのアメリカ時代に作曲された作品で、その1940年代にすごい盛んだった文化としてビバップジャズの文化があるわけですけど、その文化をすごくリスペクトして 作曲されたのが今回のアダムズのサクソフォンコンチェルトなんですね。なのでジャズの影響をふんだんに受けた、もうかっこいいクールなサクソフォン、そしてアダムズ独特のあの複雑で立体的な響きが、もうこれはもう会場でぜひ体感しに来てください。もうとんでもない作品ですので、なかなかでも生で聴ける機会は少ない作品ですので、この機会をぜひお聞き逃しないようお願いします。ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。